東京都で今日、新型コロナウイルスの感染者が新たに11,169人確認されました。先週の木曜日よりおよそ7,600人減りました。前の週を下回るのは5日連続です。重症者は81人でした。また14人の死亡が報告されました。